30日に封切られ、大ヒット上映中の、さらば、危ない刑事。配給の東映も、シリーズ最高となる興行収入30億円を超える勢いだと鼻息が荒い。物語は、定年を目前に控えたタカ、舘ひろし、アンドリュージ、柴田恭兵と、横浜を牛耳ろうとする中南米マフィアとの壮絶なバトル。作中、矛盾点や疑問点が山ほどありますが、野暮なツッコミは入れずに楽しむのが、アブ刑事、ファンのお約束でしょう？映画ライター。しかし、鑑賞したエンタメ指揮者によると、どうにも見逃せなかった点が3つあった、という。番宣素材を見た時から気になっていたのですが、身長181センチのはずの舘と176センチの柴田が、並んでもほとんど同じか、角度によっては柴田の方が大きく見える時すらあった。二人とも60代半ばにしては驚異的なほどスタイルがいいのは間違いないですが、年を取ったことで舘が縮んでしまったのかも。ネット上では、これまでシークレットブーツを履いていたんじゃないかという疑惑の声まで上がっています。そしてもう一つは、舘とヒロインの殴り返し所のあるシーンだという。殴り返し所の役どころは、元ロサンゼルス領事館の書記官で、鷹の彼女、夏美。実年齢で38歳だとは、さすがに違和感がありすぎたのか？全く感情移入はできませんでしたしょう。当初、この役は天海祐希が演じる予定でしたが、かつての恋人である吉川浩二も出演することがわかり、オファーを断ったため、殴り返しをが抜擢されたようです。そういう大人の事情があるのでキャスティングには目をつぶるとして、目をつぶれなかったのが滝の手です。劇中、事件に巻き込まれて瀕死の殴り返しを抱きかかえる滝の手が、完全に彼女の胸を触っているんですよ。しかも、指先に力が入っている様子が、アップで抜かれていましたしょう。乳房の外側のラインはずっぽりと手のひらに収まっていましたし、もし男性の整体師が女性客のあの位置に触れたら完全にアウトでしょう。どう？別の意味でも危ない刑事だったようだが、最後くらいこんな役得があってもいいのかも。